全国大会をなくしていくという。こと自体に基本的に今反対なので、子どもたちが高みを目指して勝利を目指すっていうことは素晴らしいことだと思っていますし、多分問題視しているのは、前回ある報道番組でも出てたんですけど、柔道の話になり、勝たせるために減量をさせるという柔道特有の、いわゆる競技特性があると、小学生に減量させるのはいかがなものかと。なので全ての全国大会に当てはまるわけではないということは、伝えておきたいんですけど、少なくともサッカーというものは無差別で、やります。小さい子もでかい子とやらないといけない。それというのは社会、大人の皆さんが、僕たちが今戦っている社会とすごく似ていると思っています。より不公平な世界がたくさん充満してたり、でも言い訳が許されず、なんとかその中でどうやったら勝てるかを考えて、要するにそこにたどり着いた時に自分で考えて、戦略を立てて勝利を目指せる、人間としてのスキルが、最も大事なわけで、サッカーを通じて自分たちが考えて勝利を目指すということは、いつかそこにつながるという、サッカー選手になれなくてもそこにつながるというふうに考えています。なので大人の行き過ぎた、もしかするとその勝つために戦術を変えるとか食事を変えるとか、なんかすごくこうやりすぎているところに関してはいろいろ思うところはありますけど、全国大会なくすということ自体は、僕は真っ当から反対しますし、僕自身それを目指してここまでやってきて、いろいろ恩恵を受けているので、素晴らしい大会、必要なことなんじゃないかなというふうに思っています。本田選手の全国大会への考え方をまとめると次のようになります。全国大会があることには賛成、子どもたちが高みを求め勝利を目指すことは素晴らしい、サッカーの場合は体格差は無差別なので社会にある不公平さにも通じる、自分で考え戦略を立て勝利を目指すスキルこそ大事。何か思ったことある？この初めてこのルールやってみて。カウント時間があったから、攻撃と守備の切り替えが早くて、攻撃切り替えね、守備から攻撃ね、早くしないでゆっくりしてたらあかんよね。あと何かある？朝早くしないと食われる、時間もある。そうね。あとは例えば交代とかのタイミングどうやった、こっち側にいた子、なんか思うとこある？交代の時いっぱい交代しちゃうと人数が足りなくなるから、あ、2人じゃダメ、2人しかいない、1人も早く行ったらいけるかもしれないでも上手くやったらさ、でも今まで交代誰が決めてるの？チーム監督？自分じゃない。じゃあ今日はやろ、いつもはコーチやろ、今日自分たちやろ、これ初めてやろ、自分らで考えなかちょっと遠慮してやろ、出てるやつにもうバテてると思って、お前もあかんって言ったらもう答えてる、ね、会見でも出た全国大会の開始の流れが今あるっていうのは、あれ勝利至上主義っていうのが密接に関わってくると思うんですけども、この間報道番組でも本田選手、勝利至上主義は必要っていう立場でお話したと思うんですが、何か勝利至上主義が必要という立場で話したのではなくて、全国大会が必要という立場で、話をしました。で、全国大会が必要イコール勝利至上主義ではないということをちゃんと、理解しておいてほしいなというふうには思っています。そういうこの全国大会を、10歳以下で作った中で、その勝利至上主義という考え方は今後どういうふうに、進んでいくべきか、どういう形になっていくべきかという考えでしょうか？
子どもの時に勝利至上主義というのは、僕は否定的です。ただ負けてもいいとマインドを持つ子どもがたくさん増えていくのも違うと思っています。大人が負けた子に対してもチャンスを与え続けるという環境が最も大事なことであって、できたらできれば僕は子どもに、勝ちたいと強く自分自身で願ってほしいと思ってますし、そのための全国大会ですから、どんどん子どもが、自ら、上を目指して夢を持ってそれに向かって全国大会で頂点を目指して頑張ってほしいなと思います。で、9割9分の子は負けるわけですけど、その勝ちたいと思ってトライしたプロセスにこそ価値があると思っているので、負けていいけどやろうかなじゃなくて、やるからには勝ちたいと思ってやってほしいなというふうに思っています。で、それと勝利至上主義というのはもうちょっと大人の視点で入ってますから、それは全く違う問題だと思っていて、勝利至上主義に関しては僕はどちらかというと否定的、要するに勝たない9割の人たちをいかに次につなげさせるサポートをするかということが大事で、もっと言えばサッカーというのは勝つためだけの戦術をやるんじゃなくて、大人になった時にいい選手になるための戦術を子供の時にやらないといけないという話を前回アベプラでもさせてもらいました。ありがとうございます。はい。